よそから来た人とかなんかうるさいって言いますよ。ここで生きていくためには、やっぱりそんな一時うるさいとかなんかは言ってられないんですよね。今の時期ですと、やっぱり人参、ネギ、ニンニク、それとあとはラッキョウだとか十何種類、それを作ってます。それ全部無農薬でやってるんで、結構大変ですね。有機農業やったら忙しくてね、趣味つたてお酒飲んで、あとカラオケやるぐらいですよね。成田空港できる前、その当時には天神面ブラックは28件、東方ブラックは65件か6件ですかね、そのぐらいはありました。1人減り、2人減り、残ってるのは成田空港の敷地内にいるのはやっぱり5件、天神峰が私1人ですね。昔こういう農村貧しかったですからね。ですから目の前に2000万3000万でポンと積まれて、これでっつったら、それで出てった人も随分いたそうです。もう100年前から先祖からずっといるわけだから、僕が48で親父亡くなって家を守るために農家をやると、先輩とか知り合いが農家で教えるから、今までやった飲食業をやめて帰ってきました。引っ越そうと思ったことは一度もないですね。遠路で来てる支援の人が10名程度ですね。成田空港反対してきた、だから元学生さんだとか。お金は払う。1億8000万、普通の農家だと150年分のあれだから、それで十分じゃないかと。こっちはお金が欲しいわけじゃないんですよ。ここで農業を続けたいってことなんですよね。やっぱり100年耕した土っていうのはね、本当に素晴らしいやつですね。自分がその巻き時期に巻いて、いいやつを取れて、その消費者が送って喜んでもらえるとか、そういうのが一番自分では